鳥先生。はい、鳥秋丸でございます。静岡で開業しております。本日はサイナスフロア、オステムガイドシステム、ワンキャスを使ったインプラント手術を行います。でこの患者さんは高血圧の既往を持っております。50代の患者さんです。そして24から27のブリッジのモビリティが所見です。そして抜歯を行っております。24と27です。そして37を27に移植しております。3ヶ月前です。そしてこちらの禁煙心24から26が十分ではないですので、24と26にインプラントを入れて、ワンキャスを使ったサイナスフロアエレベーションを試みたいと思います。そして2回目の手術は4ヶ月後に予定しております。そして補鉄を入れる予定でおります。こちらがデンタル CT ビューによるシミュレーションです。24でフィクスチャーの径が 4.5 ミリです。で長さが10ミリです。そして26はフィクスチャーの径が 5.0 ミリ、そして長さが 8.5 ミリです。でこちらがパノラミック CT ビューによるシミュレーションです。そしてシュナイダー膜の厚さがですね、その抜歯とその移植によって限られております。炎症を起こして移行しております。ただこれは暫定的なもので、4日前はこちらシュナイダー膜の状態が良くなっております。でこちらがサージカルステントのデザインです。でこちらが準備です。難しい状況ですけれども、ベストを尽くしたいと思います。では、はい、手術を開始いたします。まずこちらステントをセットいたします。でここで適合チェックをしております。ウィンドウ2つの適合チェックをしております。適合性は良好です。そして2段階のお休み中のようですね。はい、まず一つクローズします。で、切開をいたします。まず、層を完全にクローズしたいので、ティッシュパンチは使わずに切開とアブレージョンで対応いたします。そしてクリスタルバイオレットを使って、でインプラントのポジションのマーキングをいたします。切開線はこのマーキングをカバーするように行います。切開線です。クリスタルアプローチです。そして現在鎮静されて、いびきをかかれています。お休みになっております。
そして今ディセクターを使って粘膜骨膜剥離をしております。ダイセクターで粘膜骨膜剥離をしてポケットを作っています。そして挿入した剥離紙を反転します。トリ先生、今術や切開線を明確にしています。でこれがですね、非常に重要です。炎症のマネジメントに大変重要です。このようにポケットを作ります。でこの時にこれ胸粘膜のフラップなんですけれども、これで術野を特定します。そうですね、今胸粘膜 のフラップがエレベーションがきちんとされております。これで術野が整いました。トリ先生が今胸粘膜 そのフラップをしっかりとその視野を明確にしています。でこの時にその耳下腺乳頭を傷つけないように注意を払う必要があります。トリ先生で今スーチャーを縫合されています。何か509で術野が整いました。視野がきちんと確保できました。この時24は、抜歯が3ヶ月前に抜歯されてますね。はい、でサージカルステントを入れます。セットします。はい、胸粘膜のフラップの後でワンキャスをサージカルステントを入れます。そして適合性のチェックを行います。トリー先生がステントの適合チェックをしてますね。今ワンガイドの、まず最初に26ですけれども、でこちらフラットで、フラボンタイプがフラットで、そして骨が薄い、
なのでここからドリルをスタートします。26番から始めます。ワンガイドのサージュリーで正確なポジショニングが必要です。ですのでウィンドウを確定して、そしてワンガイドのスプリントをこちらに適用します。で既存骨が7ミリと10ミリなんですけれども、ドリルはまず7ミリから始めます。既存骨が7ミリ以下だからです。そして26、これ既存骨が2ミリしか残ってませんので1ミリでドリルを開始します。そして9ミリのストッパーをここに入れます。サージカルステントは既存骨が7ミリ以下の場合には10ミリのドリルは最初からは使いません。そしてその後ですね、ドリルシーケンスが進んでたら10ミリのドリルを使用しても結構ですが、最初からは使用しません。ガイドシステムの効果が薄れるからです。7ミリのドリルを使います。ドリル深さは1ミリです。ストッパーを使用しています。でデプスゲージで深さを測ります。でドリルは2つ深さがあるんですけど、7ミリと10ミリのドリル長があるんですが、デプスゲージは10ミリしか深さが10ミリ深さのものしかございません。なのでこれ10ミリです。で8ミリのストッパーを使用しています。で穴の深さをチェックします。上顎度の貫通はまだ確認していません。しかし最初に穴の拡張を行いたいと思います。フラットタイプだからです。これですが、数字の計算は大変ではありません。ドリルとストッパーの計算ですけれども、単純な引き算になっています。ストッパー何ミリですか ?7 ミリドリル。ストッパーは6ミリ。だから残りは1ミリ、ドリル1ミリしています。7ミリのドリル。ストッパーは6ミリ、つまりドリルしているのは1ミリだということです。1ミリ深くいきたいと思います。ですのでストッパーを 5ミリのストッパーに変えます。5ミリのストッパーですね。つまりドリリングは2ミリやると。デプスゲージ
7ミリのストッパー、デプスゲージは7ミリのストッパーですね。まだ貫通は確認できていません。1ミリ深くいきます。それはしばらくこれのまま。今3ミリのドリルです。まあ、ドリリング3ミリまで行ってます。今500の RPM でやってます。サイナスフローはどうですか？まだ貫通は確認できていません。さらに1ミリ深くいきます。サイナスフローはまだ開いてないという貫通してないということで1ミリ深くさらにいきます。今貫通しました。上顎道が開いたということですね。はい、ですのでここでシュナイダー膜を生殖を使って剥離します。これはカスキットと同じです。貫通したということでサージカルステントを取り外し、ハイドロリックリフターを今使うと。ここで押しているのがプッシュして、でプルして、プッシュプルをしています。生殖をプッシュして入れ込んでいると。で出血を確認します。逆流していればうまくいってるということですね。まあ、ちゃんと、まあ、ハイドロリックプレッシャーを使ってうまくエレベーションがいってる、挙上がいってるようです。今4ミリ。4ミリの生殖を使って居上をやっています。エレベーションをやっています。
で次ドリリング24番に対して行います。サージカルセントを再び設定します。サージカルステントそれから、頬粘膜の縫合をやります。患者さん寝ていらっしゃいますのでサポートがいると、口を開けられないのでサポートがいります。まあ、鎮静が完全にかかっているということで口を開けるために器具を使っています。今では24番の方に既存骨の高さは6ミリです。トリ先生ですが今24番の方に移ってます。 4.5 ミリのフィクスチャーです。これ7ミリのドリルです。ストッパーが2ミリ、ドリリングが5ミリとなります。カスドリル7ミリでストッパーが2ミリということでドリリングする長さは5ミリになります。アシスタントの手を借りながらダメージを与えないようにやっています。5ミリのストッパー、5ミリになるようにストッパーを設定します。デプススケージの方ですけれども5ミリ、失礼、4ミリのストッパーですね。貫通ですがまだ確認できていません。貫通ですが広げる前に貫通を行います。というのもここは、まあ、これはベベルタイプの骨になっていますのでこの膜の穿孔を防ぐために薄いドリルを使います。これもキャスのドリルの一つですけれどもそれを使って貫通を行います。この穴のを広げるということをやると、今1ミリ深く入ります。貫通が完了したら穴の開口広げる拡大を行います。今確認ができました。サージカルステントを取りまして、シュナイダー膜の剥離、これを生殖で行いました。プッシュして、
まあ、骨が残っていると、サイナスフロアの骨は残っているということですね。サイナスフロアは残っているみたいですので、エレベーションがないと。24ちょっとまだ足りないので1ミリ深くいきます。軟組織ですけども、ソケットの中ですね。ですのでもう1ミリ深くいきたいと思います。10ミリドリルに変更します。で、3ミリのストッパーですので、深さは7ミリとなります。まあ、ストッパーが3ミリですので、7ミリのドリリングとなります。貫通はまだ確認できておりません。サイナスフロアまだ残っているということですね。1ミリまた進めます。はい、貫通が確認できました。はい、今サージカルステントを外します。サイナスフロアの貫通が完了いたしました。で、粘膜の剥離を開始します。そして水圧のリフティングを開始します。プッシュ、プル。プッシュ、プル。トリー先生、先ほど開けた穴からリークが確認されました。でこちら血液が、はい、生殖が、生理食塩水が26番から出てきました。見えますでしょうか皆様。はい、このようにこれが粘膜のですね、剥離が成功裏に完了したサインです。はい、サイナスフローエレベーションが完了しました。生理生殖が26から出てきてますね。これが大変良いサインです。
24から26へ、はい、そしてバイオオスという骨補填剤を注入していきます。粘膜の剥離が完了したところに入れていきます。はい、で これが骨補填剤ですね。ボーンキャリア、こちらです。バイオオスと言います。でこのようにセットします。そしてプッシュし、でボーンコンデンサーを使って、キャリアを使って、 3.6 ミリの径のボーンキャリアを使って骨補填剤を入れます。でこれバイオオスと言います。で生殖で水分を加えています。このようにセットします。下流が小さいものを使っています。この下流が大きいものを使ってしまうとロートが詰まってしまいますので、そうですね、下流の小さい骨補填剤を使って、そのロートの詰まりを防いでいます。ボーングラフトの時にはですね、生殖でこの骨補填剤を湿らせることが重要です。既存骨が骨が薄いところですので、ボーンキャリアをあまり押し込まないようにですね、慎重に作業を進めています。膜を傷つけないように慎重に作業を進めています。そうですね、既存骨が薄いので、ボーンキャリアの扱いに慎重を要しています。鳥居先生、今ボーングラフトどれぐらい入れてます？ 3cc ぐらいですね、グラフト剤を入れています。ボーングラフトとしては結構入りましたね。今
中程度のプッシュバックを感じています。これで十分に骨補填剤が入ったことを示していますが、すみません、そのようなプッシュバックがあれば十分に充填されたことになるんですけど、まだ感じませんので骨補填剤の注入を継続します。患者さんは鎮静が十分ですね。痛みもなく、先生やオーディエンスは緊張していますけれども、患者様は痛みもなく、そうですね、眠っていらっしゃいます。全く何が行われているか知る余地もないでしょう。トリ先生、何使っていらっしゃいますか？どの、麻酔剤を使っていますか？おそらく静脈内鎮静法だと思いますけど、そうです、お薬は何を、薬剤はプロポフォールを使いました。とてもよく鎮静されているので、鎮静剤はプロポフォールという麻酔薬です。はい、今中程度のプッシュバックを感じました。今ボーンキャリアを変化チェンジしたいと思います。小さいものに変えます。24のところですね。そうですね、 K の小さいもの、ごめんなさい、長さ 4.5 ミリのものにします。今24の、広げる作業にワイドニングに入っています。24、インプラント直径 4.5 ですね、 4.5 ミリ。まだね、まだドリル。How about the ドリル径は？3.3 ですね。3.3 ミリの径のドリルを使っています。はい、バイオオスを入れます。24にもバイオオスを入れていきます。何 cc ぐらい入れるんですか、クラフト剤は？24、ちょっとだけです。ほぼもう充填終わっていますので、少しだけ足します。
24の既存骨は結構ありますので、ドリル穴開けてサイナスキャビティに向けて今骨補填剤を注入しています。はい、サージカルステントを今骨補填剤の注入が完了してサージカルステントを入れています。リクシャーください。5ミリか。Now is the installation of the fixture. 今フィクスチャーを入れるところです。まずこちらから。上げてもらっていいですか。40。How much RPM? 40? RPM は？40ですね。このフィクスチャー、このレンジを使ってフィクスチャードライバーを使います。今フィクスチャーを最終的な場所に入れ込んでいます。最初の安定性は25cm。 安定性が25ということで、に残っていた骨が少ないにもかかわらず安定性はいいと、安定しているということで状態は良好なようです。フィクスチャー、これを24番のところに入れ込んでいます。最終的な留置をするためにレンジを使っています。インサースタビリティ more than 30 newton。 もうこれがもともとの安定性が30だということで非常に安定した状態になっています。I want to press the
じゃあ26番のフィクスチャーに行きたいんですけれども、深さがちょっと浅いので 0.5 ミリ深く行きたいと思います。またステントを使って This area, where bone height is ここですけど、既存骨の高さ非常に低いですので、深さが大事です。フィクスチャーとその上角度との関係において深さが重要になってきます。非常に骨の高さがないということですけれども、最初の安定性は良かったということで、25ニュートンセンチメーターということで、まあいい感じだと思います。TS3 のフィクスチャーですが、いい感じだと思います。これを使うことに、よってしっかりとした当初の安定性を確保することができます。スクリューですね。もともとの安定性が非常にあるということで、既存骨がそれほど高くないにもかかわらず安定性が高いということです。ここの縫合糸を切ります。良いライブサージリーができました。ありがとうございました。素晴らしいライブの施術となりました。コンディションそれほど良くないにもかかわらず、素晴らしい施術となっています。今、頬粘膜から縫合糸を外しています。そしてこ
what kind of the suture material do you use? この糸はどんなものでしょうか? I do simple one. シンプルなものです。今、もともとのフラップをもともとのところに戻しています。これで縫合が完了です。素晴らしいパフォーマンスをありがとうございます。ありがとうございます。トリ先生に非常に大きな拍手をお願いいたします。素晴らしいパフォーマンスで。ありましたライブサージェリーということで、では Q&A に入りていきたいと思います。このライブサージェリーに関してですけれども、今最後の方法をされているところですけれども、オーディエンスの方から何かご質問ありますでしょうか。では術後の CT の結果を見てみたいと思います。こちらですけれども、デンタル CT24 番そして26番です。膜の剥離ですがうまくいきました。そして両方ともに良いアウトカムを得ることができています。これがパラノマですけども、呼吸上皮側の出血が起こることもあるんですけれども、今回は大丈夫そうです。それからボーンマテリアルですが、膜の先行も起きていないということで、術後のアウトカム良かったです。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。じゃあ拍手を鳥先生にお願いいたします。ありがとうございます。オステムの皆さん、この機会をいただきまして本当に感謝申し上げます。非常に名誉なことです。ありがとうございます。